どうもコトルです。さあ皆さん、今日はですね、野池にやってきました。コントローズドラマティックライフとしてはですね、初めての野池でね、ぜひ今日の野池チャレンジ編、こうご期待ください。じゃあ今日はね、もう野池一本勝負ということで、ショートロッドをね、持ってきました。ショートロッド一本で52のアレグロですね、持ってきております。でルアーはもうこれだけ、はい、8個に絞りました。今日はまず最初はこれにしよう。こちら、はい、LHB。こいつやってくれそうな気すんな、今日なんか雰囲気出てるよ。いいっす？ダメっすね、出ないっすねとこ決まってるのに出ないっすね。ダブルスイッシャープロットでいきます。これで、
あ、難しい。マジむずい。フラプテルマウスもやってる。これでしょ。これでね、フラプテルマウスいきます。いいとこいった。出てこれ。これが鬱陶しいな。ゴミが、ゴミでアクションできない。やっぱジェリーかな。そこが大事やな。でもアクションできるかできやんかって。ジュニアでいきます。これでね、出てほしいな。いやー、でもちょいむずいな。結構。よし、もうこれラスト1投や。いいっすか。ラスト1投。出てくれ。あかんだね。ラスト1投やったけど、いやー、なかなか難しいな。この時期の、まあ、バスが難しいと言いましょうか。まあ、このフィールド自体もね、いろいろ変わって、いろんなところに来てみて、まあ、難しさも感じるわけですけども、こういう時もありますっていうことでですね、今回ノイケ編ノーバイトです。はい。まあでもね、これに懲りずですね、いろんな、まあフィールドに、行けたらいいなと思います。はい。まあ今回のね、ノイケ編、まあフィールド的になかなか面白い感じやったんちゃうと思ってもたらですね、ぜひグッドボタンを押してもらってですね、ぜひチャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もね、やってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。ではまた。